率いる金剛の興行が先日開催されました。金剛のメンバーそれぞれがさらなる進化を目指して戦い、一つの転機となったことでしょう。今日はメインイベントでリーダーの剣王が GHC ナショナル王座に挑戦します。今日は動きで見せるか結果で見せるか。先頭仁王、その後ろから覇王の入場です。今日の相手はジュニアタッグ王者の早田。青コーナー金剛210パの仁王、ヤクルト15パの覇王。2人は今日この試合から何かきっかけを生み出していくことができるでしょうか。剣王の懐刀な2人がさらに磨きをかけられ、新たな旅路へと出航です。青コーナー金剛。8.4 後楽園、明日もこの後楽園、そして今週末3連休最終日には現在の横浜文化体育館で行われる最後の大会が予定されています。横浜で原田の持つ IPW 王座に挑むのは早田。先月タッグのベルトを防衛し勢いに乗っています。まず先陣切って入ってきたのは岡田金也。230パの岡田金也。今日は早田との異色のタッグを組みます岡田。そして今日誕生日33歳を迎えました早田。 GH ジュニアタッグチャンピオンヤクルトパの早田。小川と共に保持するタッグのベルトを片手に入場です。レフリー塚越圭介。今日はレフェリー塚越圭介レフェリーが入ります。 6.12 テレビマッチでデビューした新人レフェリーです。レフェリーにもこのノアに新たな風が吹いています。第2試合20分一本勝負で行われます。この試合も佐久間和彦さんとともにお送りしていきます。佐久間さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いや、まずこの仁王覇王は先日の金剛興行もありまして、またいろいろと動きが注目されますね。そうですね、まあ、今日の、剣王がメインがあるところへの後押しもしたいというのもあるでしょうし、はい、まあ、今日ベルトを持って入場してきた早田、こちらね、タッグチャンピオンですから、まあ、仁王覇王としては早田からホールを取ることでね、タイトル戦線につなげていきたいという思いは当然あるでしょうね。なるほど。まずは早田と覇王がここは先陣切って戦いを行ってまいります。まあ、まずこの早田は33歳の誕生日ですからね。そうですね、早田としてもね、ここ IPW のタイトルマッチ決まっていますし、きっちりね、いい形でつなげていきたいなという思いでしょうね。そうですね、今週末 8.10 の横浜文化体育館での試合で原田との IPW 王座シングルのタイトルマッチを行います早田です。相手は覇王、ロックアップ腕を絞り上げていきます。まあ、この覇王についてですが、佐久間さん、まあ、参戦して、もう8ヶ月ですか経ちますけれども、はい、どんな風にご覧になっていますか。体は、ね、小さいんですけど、非常にこう、ね、テクニカルな部分がありますし、思い切りのいい攻撃もできますし、はい、剣王が、ね、仲間に入れたいと思ったという理由がよくわかる選手ですよね。本当にまあもうテクニックもありますし、そして何かこの小さい体っていうのを逆にこう生かしているというような、そんな感じもしますよね。そうですね、まあ、ファイトにも、ね、こう勇気がありますし、非常にそういったところ、まあ、キャリアもね、こう見た目すごく若く見えるんですけど、結構豊富なキャリアがね、はい、ありますからね、そういったところでもう物怖じした感じがないのもいいですよね。そうですよね。師匠はディック統合です。海援隊道場、そして 2AW を経てこのプロレスリングノアへとやってまいりました。早田がロープへ飛ぶジャンプして、これを待っていた。こういう動きはね、小川義成が得意としている動きでもあるんですよね。あ、なるほど。そういうところを早田も少しずつ吸収してきてるかなという気もしますよね。そうですね、確かに今までの早田にはなかなかなかった動きですよね。そういった成長も見せる早田。
やっぱり早田はスピードはすごく武器なんですけど、はい、間を使えるようになってくるとまたねこうプロレスの幅が広がってくると思いますし、はい、今までなかった武器というのをやっぱパートナーになった小川義成が持っているということは彼にとってねこうまだまだ成長していく部分になりますよね。なるほど。さあここからは仁王と岡田の対決となってまいります。いや岡田がこの早田と組むというのはこれまた新鮮ですよね、うん、そうですね。こういうね、まあ、岡田の場合には特にどこかのユニットに今入っているわけではないので、はい、いろいろな顔合わせが生まれますよね、それは当然やりやすさという部分でいうと決してやりやすくはないと思うんですけど、はい、だからこそねいろんなシチュエーションでの試合ができて成長にもつながると思いますから、はい、今日のねこの早田とのコンビっていうのもねどういうふうに岡田がこなしていくかっていうのもね見たいですよね、まあ、このノアの生え抜きの新人として2018年にデビューを果たした岡田ではありますけれども、その後、まあ、稲村と対戦がありました。同期の稲村には、まあ、同期で同じ日にデビューするはずだったんですがね、はい、ちょっとね怪我でいろいろ出遅れたりというところがあったんですけど、はい、まあ、ここ最近はねこう順調に試合をこなして体もねどんどんビルドアップされていっていますし技術も高まっていますし、こうで自分のカーというのが少しずつ出てきたなという印象ですよね。そうですね、まあ、元々はこのテコンドーのバックを回って蹴りっていうのはなかなか鋭いものがあります。そうですね。そして今捉えられているのは仁王です。まあこれ元々ヒロキというリングネームで戦っていましたが、うん、仁王という名に変わって、そしてまあかなり、ね、イメージチェンジもしてというところで、うん、さらなる活躍っていうところが、ね、期待されますよね。そうですね、なかなかね混合ジュニアは今覇王と仁王の2人しかいないので、はい、まあ、ユニット構想3人の戦いってなるところに入り込めないとかね、ちょっとなかなかこう今ね存在感を出し切れてない部分があると思うんですけど、まあ、すでにね GHC のタッグのタイトルは取ったことがありますし、ポテンシャルというのは十分なものがありますから、はい、まあ、ここはねこの2連戦旗揚げ20年というタイミングで何かしらの、ね、爪痕を残していきたいですね。そうですよね、まあ、この仁王も覇王もともにもうタッグマッチにタイトルマッチにかかってきてもおかしくないレベルの実力が十分ありますから ね、うん、そうですね、それぞれねやっぱシングル戦線というのも当然行ってほしいですしね。そうですよね。さあここは連携を見せていく、うん、今後はこういった連携というのが非常にね坂本さん最近磨かれていますよね、はい、そうですね、誰と誰が組んでもいい連携というのがね出ますからね、さあここはダブルで攻撃をしていきます。覇王仁王のコンビの連携だ。岡田を捉えていきます。岡田をロープに飛ばしてダブルキック、タイミングがバッチリですね。そうですよね。さあここで流れを掴んでいけるか、青コーナーサイドの金剛です。赤コーナーサイドの早田岡田、ここは岡田が捉えられているという状態となっています。今度は岡田の首を捉えていくのか、仁王じりじりっとこの首を締め上げていく、まあ、キャリアという部分ではやはり早田よりもこの岡田の方が若干劣るというところがあります。そこを狙っていくのか覇王仁王、まあ、本来ならね早田から勝利を奪いたいというのはあるでしょうけど、まあ、試合の組み立てとしてね、はい、まず岡田を崩していくという形になりますよね、うん、ただ早田も先ほど話も途中ありましたが、その賢さというところもありますからね、うん、そうですね、非常にこう試合運びもねうまいですからね、現在このジュニアの GHC ジュニアのタッグの頂点にいるのが早田、そして小川義成です。先月の後楽園大会で原田忠介相手に防衛戦を行いまして初防衛を果たしています。まあ、その勢いのままに IPW の王者に挑戦していきたいというのが、そして覇王が入ってきています。岡田を捉えている、カバーに入りますがここはカウント2です。さあここは岡田は体格差があるというところを、ね、生かしていけるたいところですね、うん、そうですね、あのジュニアの、ね、主役の3連戦テレビマッチ時には岡田も参戦していたんですけど、その時にはやっぱね、まあ、ヘビー級の良さっていうのもね存分に見せてくれましたから、はい、こういうところでもね対ヘビーとは違う部分で出せる魅力っていうのも出してほしいですよね、はい、103キロある岡田からさらにジュニアの早田へとタッグが交わされました。さあフェイスクラッシャー、そしてその場で円錐です。ここは大きなダメージとなりました。覇王早田が勢いをつけてジョンウー見舞っていきました。ここは覇王を捉えるか、ここはスピード生かす、そして丸め込み、カバーはカウント2で返しました。ああいったのが魅力ですよね、覇王は非常にいい動きですね、しかしここは再び円錐、
逆に言うと早田はこう普段はスピードを生かしますけれども、この覇王に対してはパワーも、ね、上回れるような状況になりますよね。そうですね、まあ、対戦相手によって、ね、こう組み立て方というのを当然変えてくるでしょうね、さあ岡田ここからちょっと、ね、いいところ作りたいですね、はい、どういう形作るか。ドロップキック、さらに仁王をカットしていきます。この覇王を捉えていけるか。178センチ103キロ、立派な体格を誇る岡田金也。さあ腰を折る、カウントが入っていきます。カウントは2、塚越圭介レフェリーがカウント2、マットを2回いただきました。なんとか返していった覇王ですけれども、ここは腰へ大ダメージがある。この蹴りです。カウントはここも返していきました。やっぱり岡田のあの蹴りっていうのは本当にテコンドー仕込みで、はい、これ魅力ありますよね、佐久間さん。そうですね、重みもね感じますよね、さあここは覇王が丸め込むか。丸めた丸めた、なんとか返す。ここも覇王がドロップキックでなんとか2位タッチです。いや佐久間さん、ここはなんとか仁王が、ね、リズムつかみ直したいです ね、 そうですね。しかしここはライオンサルト決まりません。ローペイド振っていく岡田が正面へのボディスラム、前に来ましたね、あそこからあとブロックバスターもあるんですけど、まずは、ね、倒し前に倒していきましたね、はい、さあここちょっと仁王を捕まっています。さあ早田ここは何を見せるか。セカンドロープからムーンサルト見せていきました。いや本当に一つ一つの技にキレがあります。首をかっきるポーズを見せました。早田勢いを使って持ち上げて、前に落としていった。大技が出ました仁王、カウンター式で今はうまく決めましたね、はい、いや佐久間さん、ここチャンスですね、仁王と覇王は、ね、分断しましたね、やっぱ早田を狙ってきますかね、これ何か意図があるんですかね、早田を狙うというのは、やっぱり早田から取ってたグベルトへという思いはね当然ありますよね、はい、さあ仁王、そして覇王と打撃を見舞っていきます。今岡田は場外からようやくコーナーを取ったところ、トランスレイブ、いいね、強烈な膝、なんとか岡田がカットです。さあそして岡田を覇王が場外へと出して飛んでいく、飛び水星だ、これはもう勝負託してますね、はい、さあ仁王がここは取りに行くのか。肩に担ぎ上げた、ここへと落としていく。さあカバーだ、さあここはこのベルトを保持しているのが早田、 GHC ジュニアタッグのベルトです。コーナートップだ仁王、背筋を伸ばしたストゥーカスプラッシュ、読んでましたね、逆に丸め込む、なんとか返した、そして飛びついてもう一度丸め込むよ、しかしさらにラマヒストラルのような形で丸めて、まだありますよ、おっとさらに十字だ、回転十字、決まった、3つ入りました。勝ったのは早田、何か最後は貫禄がありましたね佐久間さん。そうですね、やっぱりね、覇王仁王としては早田から取りたいという仕掛けでしたけど、それをさせなかった、これは早田が一枚上手でしたね、ここは肩を落とします覇王と仁王混合の2人、まあね、単純に試合の勝利を取るならば岡田を狙うという手もあったと思うんですけど、はい、まあ、やっぱりベルトを狙うなら早田ということですよね。しっかりとこの勝利をもぎ取って自らの力を見せつけました。いや岡田にとってもね、一つきっかけになるといいですね、またそうですね。さあこの試合で得るものは大きかったでしょう。悔しい敗戦は混合の2人、勝利を収めた早田と岡田、第2試合早田が丸め込んで勝利を収めています。